サウンド9チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日は冬休みギターを始めたいあなたへ送る企画第2弾です。では第1弾はギターを始める前に何を準備したらいいのっていうことでしたが、今回ではギター準備しました。でアイテムも揃いました。次の段階です、チューニングです。サウンド9 の、 ギターレッスンの生徒さん、初めてそのギター触る人たちとかやっぱり多いんですけれども、割とチューニング手こずってる方が多いです。どうしていけばいいかっていう、基礎ですね。チューニングに基礎も何もあるのかよっていうところがあると思うんですけれども、簡単にご説明していきたいと思いますのでご覧ください。ではチューニングを実際に始めていきたいと思います。チューナー、クリップチューナーとかでしたらまず電源入れてください。ここ、こいつ一番太い弦貼られてます。これ6弦になります。で次ここ、5弦、4弦、ちょっと細くなっていきます。でこれが3弦、ここで2弦1弦になります。音を実際出します。で今ここの D を指しています。でも6弦の音は E です。音が低いっていうことになります。では弾きます。 E に持っていきます。優しく弾いてはダメです。しっかり自分がまず弾く時の音、普段出す音の強さで弾いてください。大きさでこのブレるんで、しっかりここは自分の普段出してる音で弾いてください。最後は締め上げる、ギターのペグを締めて終わる感じに終わってください。では次5弦に行きます。5弦の音は A です。 G の次が A になります。締めて音を高くします。左側のペグ半時計回りに回すことで弦を締めることができます。締めた状態でチューニングを終わってください。4弦は D です。締めるときはじわじわやっていってください。こんな感じで OK ですね。3弦の音、ここは G です。右側に、波形がいってるときは音が高いっていうことになります。音が高いので下げます。半時計回りに回すと音が低くなります。ちょっと落としてから上げていってください。2弦は B です。今 A になっているのでこれもちょっと音が低くなってます。なので締めます。締めるときは時計回りです。ここは E になります。6弦と一緒です。1オクターブ高い音になります。でこれも今高いので落とします。で落として締める。でここまででチューニングが完了になります。さっき音を弾くときに自分が弾く音量でっていうお話をしたんですけれども、音を伸ばしてあげたり音をキープしてあげるっていうことが重要になります。はい、ではここでおさらいです。ではここ6弦は E です。5弦は A です。4弦は B です。3弦は G です。で2弦は B です。1弦は E です。こんな感じでチューニングの仕方でしたが、いかがでしたでしょうか。よくやることなんですけれども、締めすぎる傾向が多いんですよ。太いやつはなかなか切れなくていいんですけど、細い弦になるとギュンギュンに引っ張るとバチンって切れて、その弦切れた時ってだいぶ心が折れそうになるんで、合わない時は一度弦を緩めて再スタートするのが一番の近道になります。冬休みギターを始めたいあなたへ送る企画第2弾、チューニングでした。ご視聴ありがとうございました。